何者かが光の国のシステムに侵入し、これまで記録されてきたウルトラヒーローのデータを消去してしまったんだ。これはウルトラマンに対する挑戦だよ。我々の未来にはあなたたちの紡いできた歴史が残っています。ディメンションナイザーに対し自身が持つ記憶を強く念じる。ああそうか、肝心の自分のことは一回も考えてなかったです。そうだったのか。まあ頑張れよ、こっちはこっちでやっとくから。はい、お疲れ様です。俺の記憶か。傷つけ高校2年の夏休み、本来なら俺は今頃ロックミュージシャンをやってる両親とロンドンのアビーロードあたりにいる予定だった。でも7年ぶりか。一発だ。もうダメかと思った。ありがとう。いやいや大丈夫。はい、光くん、みすず、え、嘘、どうしてここへ、何やってんの。いやそれはこっちのセリフ。お前こそここへ何危険な遊びしてんの。じゃなくて坂の上でそのベビーカー止めて、中に私の子がって声がして、で止めたら乗ってたのが犬で、バーって入られて驚いてのけぞって、ああなったと。いやそれにしてもすげえ格好だったな。お尻すっぽり。やだ、もうそれ忘れてお願い。なかなか見どころある若者、もしかして彼は。どうだっけ。光くん、てっきりイギリスだと思ってた。ねえ、どうして帰ってきたの。突然この町に行かなきゃと思ったんだ。何かに呼ばれた気がして。呼ばれた、何それ。つうか道違くね。着いたよ。みすず、俺銀河神社に行くって言ったよな。え、光くんまさか知らなかったの。って何を。銀河神社火事で開けたんだよ、1ヶ月前に。なんでも近くに隕石が落ちたんだって。ははは、そんでこんだけ。
じいちゃん。おお、ヒカル、よう来たな。久しぶり。つうか、これが銀河神社。ああ、白井先生のおかげでな、曲がりをしておるんだ。校長先生。ライド君、すっかり大きくなって。いや。この小学校ね、残念だけど、今年の春に廃校になったの。でもここに神社があれば時々こうして来られるわ。なるほど、そういうことっすか。心配をするな。寝泊まりする場所はいくらでもある。それにご神体がご無事だったでの。ご神体。これも八百万の神のご加護。それ見てもいいかな。なんで急に見たいと。いや、なんつうか。おはようございます。ああ、いつもご苦労様。よろしくね。はい。夏休み、ここで巫女のバイトしてるの。そうなんだ。おいおい、何見とれてんだよ。ケンタ、ヒカル、久しぶり。久しぶり。ああ、なんか感激。しぐさ、久しぶり。ちょっと、さっき連絡したの。また4人揃ったね。本当にケンタか。そうだ、そんな変わった。いや、変わってねえ。だろ。ありがとう、連絡くれて。しぐさ、そのままだな。本当、声じゃなかった。あ、本当。ああ美鈴は嬉しいです。ここが久しぶりに賑やかになって。私も嬉しいです。白井先生の笑顔が見られて。はい。いえ、深い意味はありません。えい。アメリカ、イギリス、いいな、世界中回れて。でも基本メジャーな街ばっかだし。ってどこ行きたいわけよ。あ、昔アフリカの奥地に行って謎の生物見つけるとか言ってなかった。ボケレムベンベだっけ。よく覚えてんな。だってヒカルくんの夢何度も聞いたもん。世界一の冒険家になりたい。そうそう、誰に憧れてんだっけ。あのほら、エドモンド・ヒラリー、初めてエベレスト登頂に成功。誰も見たことない景色を最初に見たんだ。あの夢今も変わってない。変わってない。俺も未知の世界を見たい。絶対ウルトラ念力。どういうこと。やっぱどうしても気になる。これが御神体。なんだこれ。それは選ばれし者の紋章。やはり光の国の言い伝えは本当であったか。人形。私はウルトラマン太郎。しゃべった。これ誰かのいたずらだろう。小型スピーカー内蔵か。
どこ行った？私は君を待っていた。そのご神体を持って古星山に来るのだ。何なんだよお前。冒険したくはないのか？え？未知の世界を見たいのだろう。全宇宙を支配。もうじき奴が覚醒する。憎い憎い憎い。おお、エクセレント！何なりと命じてください。我が偉大なる支配者様。なんでこんな場所に。てかやっぱ夢だったんじゃ。光る。あ、いた。ここで私は目覚めた。はるか昔、恐るべき闇の力で全てのウルトラマンと怪獣が人形にされ、この山に降り注いだ。本当にこの人形喋ってんのか？光の国の言い伝えにある二つの神秘の道具。一つは命あるものの時間を止めるダークスパーク。いや、やっぱなんか仕掛けが。ちゃんと聞け。なんだよ。私はダークスパークと対をなすもう一つの存在をこの近くに見つけた。それって銀河スパーク。闇の呪いを解く唯一の希望。その大いなる力を引き出せるのは選ばれし者だけだ。つまり俺ってこと？そうだ光、君だけが私を元の姿に戻せるのだ。どうやって？よし、ここならよかろう。私の足の裏に君の手にできたのと同じ紋章がある。そこに銀河スパークの先端を当てるのだ。先端を当てる？驚くなよ光くん。こんな朝早くここで何やってるの？散歩だよ散歩。そういう道こそ何してんだよ。私はお菓子作りの材料を取りに来たの。この山でいいヨモギが取れる場所見つけたの。それ使ってコンクールに出す創作和菓子を完成させるんだ。和菓子職人になるのが私の夢だもの。光くんが夢を追い続けてるなら私も負けてられないし。そっか、なら材料集め俺も手伝うよ。本当？助かる。こっちだよ。どっち？あ、おい光る。よっしゃ。あ、せっかく見つけたお菓子の材料が。このゴミ片付けてもらえますか？何言ってんだこのガキ。こっちは仕事でやってんだよ。犯罪だろ。山よこしてんじゃねえよ。何だよこの野郎。ヒカルくん。おい、そこで何してる。ガキってお前光るかよ。久しぶりだな。今逃げた奴ら不法投棄業者だ。やっぱりそうか、怪しい系統だと思ったんだ。おい待て、ちょっと待て、ちょっと待ち当てるぞ。光るくん大丈夫？ああ。これってご神体？ダーティーな人間よ。
貴様らのダークな心を使わせてもらうぞ。その慌てっぷり、黙って持ってきたの？そうだけど、これには複雑な事情が。もしかして、太郎に頼まれた？そう、太郎に。え？そっか、光くんが選ばれし者なんだね。美鈴、なんでそれ？私が話したのだ。美鈴に見つかった時にな。どういうこと？私が銀河スパークを調べていた時、この世界にウルトラマンや怪獣は存在しない。まして私は人形の姿だが、美鈴は私の話を全て信じ、私を元に戻そうとしてくれた。でも結局ダメ。光くん、私からもお願い、早く太郎を元に戻してあげて。美鈴、お前素直すぎだっつーの。今すぐ。あれ、何も起きないけど。そんなはずは。もう一度頼む、もう一度。どうして。さあ。おかしい、こんなはずでは。諦めちゃダメ、きっと次こそ。恐竜？この人形はどうかな。ブラックキング、ウルトライブ、ブラックキング。ライブするとは。無理。サンダー・ダラビア、まさかダークスパークの力で。みんな黒焦げにしてやるぜ。機の不法投棄のお前ら、おい見せて、そこ危ない、危ない、逃げろ逃げろ。和菓子職人になるのが私の夢だもの。光くんが夢を追い続けてるなら、私も負けてられないし。潰されてたまるか。
ルトラマン銀河ウルトライブ、ウルトラマン銀河。銀河、全身に半端じゃねえパワーを感じる。大丈夫か？守ってくれてありがとう。ビビってるミスズ見たらベビーカーの時のあのすげえ格好思い出した。まあそれ忘れてって言ってないの。絶対忘れねえ。ダメ、今すぐ忘れて。懐かしいな。あの時初めて銀河と出会って俺の運命は変わった。ミスズ、ケンタ、チグサ、あいつは元気にしてっかな。試練が座標になって未来からこうやって情報が送られてくるってわけか。これで俺のデータはゲットできた。この調子でどんどん集めていかねえとな。これまで俺はいろんな戦いを経験してきた。でも一人で戦ってきたわけじゃないんだ。ウルトラマンビクトリーじゃない。それだけじゃない。数々のウルトラヒーローの絆がこの世界の平和を守り続けてきたんだぜ。次回、大切な仲間、記憶をたどるぜ。